世界選手権団体金メダルに大きく貢献しました。そして一昨年のワールドカップでは6つの金メダル。今の場内からため息が漏れましたですけども、本当に高いですよ。はい、高いですね。はい、屈伸の2回宙返りですね。昨日の予選では1位になっています。1位で今日の決勝に進んでいます。中国の李寧です。いい流れですね。開脚旋回やりながら逆方向に回っていくという、力の倒立ですね。まあ、本当にあの体操選手としてのですね、力ですから、そういう意味ではまあ本当にこの選手、今もう世界チャンピオンになってもおかしくない選手だと思うんですね。そうですか。まあ、世界選手権ではちょっとミスがありましてね、はい、まあ、優勝を逃しましたですけども。そうしますとソビエト勢、そして日本の具志堅と個人総合では激しい争いになりそうですね。最後見事に決まりました。中国の李寧です。本当にその跳ねるという